はい。まあ、これ、ドラゴンブースト。なんかあれ、ツルハで買ってきたら、これリアルゴールドなんだね。あ、ごめん、あ、ドアップだ。こっちが。ドアップになっちゃって。はい。まあ、いろいろ、やつ買ってきて、で、今日今雨降ってきちゃったから、どうしようかな。結構意外と強く降ってきちゃったから、ちょっとあれ、除草剤の塩をまくのに切り替えようかなって思ってます。ああ、どうしようかな。どうしようかな。ああ、まだ屋根裏も、まあ、あとは電気コードも手つけられるような感じじゃないしな。手つけようと思えばつけられるけど、全身筋肉痛が痛くて、無理っす。はしごの登りより、やりたくないぐらい全身筋肉痛だわ、チェーンソーで。握力もなんか最近、昨日まで2日間ずっとぶっ続けてやってたけど、なんかプル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 してるんだわ、手が。だからこう微妙にね、これカメラ震えてるんだよね。 はい。まあね。まあいいや。ぼちぼちやりますわ。思いついたことを。順序とかどうでもよく。ではでは。
ってこと。はーい。はあ、で雨。ああ、雨は映んないか。まあ結構雨強くなってきたんで、これで今日はやめます。銭湯行ってきます。はい。で、いやーでもね、結構なってきたね。雨なんだけど、ほれ。いやーいい感じだ。あとはここら辺のやつをガサガサっと入れちゃって、まあ終わりでいいかなって感じです。ああ、濡らしちゃった。はい。で、あと今日はちょうどよく雨降ってるんで、塩を撒いて、あとは今日は終わりです。はい、じゃあ今日は、4月13日の締めっすね。まあこれ、塩っすね。なんか全然ここら辺効かないからな。特にこの縁側とかね。あ、やばいやばいやばい。この鉄んところはまずいんだよな。ダメ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 、鉄んところは。で、大体ここを重点的に撒く理由として、枯らしたい根がいっぱいあるんですよ。まあ大体最初の方の動画で、じゃない、最初の方っていうか、どう、なんだろう、スキー場行く前に切っちゃったんだけど、木をね。ここら辺、石のね、あ、やばい。やばいやばい。スキー場行く前に切っちゃった木があるんだけど、それをね、それのね、根がすごいあるんよ。あ、全然外しちゃったけど。まあいいか。なんだろう、これどっから生えてんだろうな、この漆の、漆っぽい葉っぱ。全然枯れないよね。てい。てい。てい。まあ今日はこんな感じで一日終わりっす。ではでは。